通信が回復されていないのはルーアン支部のみですね。リベールの治安維持は皆さんにかかっていると言ってもご足労をかけてしまいますが、よろしくお願いします。通信が回復されていないのはリベールご足労。今のところ報告で何か依頼を達成し
りゃ参ったぞ。あの、どうかしたの？おお、誰かと思えば遊撃士の姉ちゃんたちか。いつぞやは世話になったね。懐かしいわね。七王石の運搬に来て落盤が起きた時のことだね。確かに懐かしい話だけど、思い出話をしている場合じゃないよ。おっと、そうね。ああ、実はエレベーターが動かなくなっちまってよ。行動にいる親方たちと交代もできねえ状態なんだ。行動では工事をしてたそうね。ああ、例の落盤で開いた穴を塞ぐ作業をやってるところだったんだ。骨組みはもう入れちまったけど、地盤…例の落盤で開いた穴って…うん、僕らが来た時に魔獣の巣とつながったところだね。おう、そこの穴のことさ。あの後すぐ親方が葉っぱで埋めちまったんだが。魔獣の巣につながってる物騒な場所だからな。きちんと工事しようってそういう話になったわけさ。なるほど。それでリッジさんに警備を要請したんですか？でもそんな工事の最中に停止現象が発生したわけよね。何も起きてないといいけど。うん、不穏な気配がするな。ここは一刻も早く下に降りてみるべきだろう。おお、もちろんそうしてほしいところだが、でもどうやって下に肝心のエレベーターが動かねえんだぜ。うん、そういえばそうだったわね。あれもオーブメントで駆動している機械だからね。他に下に行く手段はないの？何言ってやがる。あれば俺がとっくに使ってるぜ。まあそれはそうね。でもだからって諦めるわけにいかないわ。こうしてる間も行員さんは地下で待ってるんだから。そうだね、ここはどうにかしないと。すまねえが知恵を貸してくれ。きっと親方たちも助けを待ってるはずだ。
やっぱり動かない。エレベーターの制御キーは挿してあるわね。動かないのは動力停止現象の影響だわ。ヨシュア、どうかしたの？うん、ちょっと気づいたことがあってね。気づいたこと？このエレベーターは駆動部を内蔵したタイプですよね。え？あ、ああ、確かにその通りだぜ。そうですか。制御キーの差し込み口はこことすれば、駆動用のオーグメントはその直下か。ひょっとして何かいい手でも思いついた？まだわかりませんが、試す価値はあると思います。ゼロ力場発生器を使えばなんとかなるかもしれません。で、その発生器をどうするつもりなの？まあ、すぐにわかるさ。お、うわぁ！この光ってゴスペルと同じ光。大丈夫、動力波が干渉しているだけです。僕の考えが正しければこれで一時的に動力が戻るはず。消えちまったぞ。よし、動力が戻った。早く乗って、行くなら今しかない。やるじゃない。お、俺もついていくぜ。おじさん、ダッシュで。効果開始します。舌噛むとこだったわね。なんでこんなガタつくのよ。多分オーブメントの動力が十分じゃないんだろう。ともかく降りて状況を確認するとしようか。おっと、明かりが用意してあるじゃねえか。あー、行動の方も静かなもんだ。もしかすると俺たちの考えすぎだったかも。おんや、どうかしましたか？ああ、誰かこっちに来るんだよ。おお、なんだよ、ありゃティントのやつじゃねえか。おーい、ティント、そんなとこでどうした？おい、何焦ってやがる。後ろ。あ？だから後ろだってば。大歓迎ってとこだな。ああ、合格魔獣か。こいつら固くて嫌いなのよね。まさかまた魔獣の巣が？だと思うけど、考えてる暇はどうやらなさそうだね。
that point. Let's move out. なんとか撃退できたわね。ふう、意外と骨が折れたわね。ええ、油断は禁物ですね。おい、遊撃士さん。もう出て行っても大丈夫？あ、うん、大丈夫よ。はあ、ありがとう、助かったよ。君たちのおかげで、また美味しくご飯が食べられるさ。こら、バカ！何、ユウちゃんのこと言ってやがる。親方たちはどうした？まずそいつを教えやがれ。うん、とにかく今は状況を把握するのが先決ね。やはり事故が起きたんですか？うん、そうなんだ。昨日の工事中に魔獣除けの動力灯が消えちゃってね。仕方ないから工事を中断してここで待機してたんだよ。そしたら今朝、現場から魔獣の大群が溢れ出して僕も危うく食べられちゃうところだったよ。ちょっと待った、ギルドから警備に来た遊撃士がいたはずでしょ。ああ、そのお兄さんが僕らのために時間を稼いでくれてたんだけど、最後にはあの人も魔獣の群れに飲み込まれて。まさかリッチが。すぐ行動すべきですね。とにかくここは行員さんの救助が最優先ね。リッチを助けに行くのはそれが済んでからの話よ。了解よ。心配だけど、それが私たちの使命だもんね。僕はお腹が減って飛び出してきちゃったけど、きっと親方たちはまだどっかに隠れてるはずだよ。ここには全部で何人いる？あと4人いるはずだ。遊撃士の兄ちゃんを入れれば5人さ。了解したわ。すぐに捜索を始めましょう。うん、急ごう。早く戻ってきてくれよ。ここが魔獣の巣。ここに乗り込む前にまずは行員さんを助けよう。まだ全員の無事を確かめてないよ。うの残された俺が寂しすぎるじゃないかよ。やばい、逃げ。やばい、絶体絶命じゃねえか。いやー、誰か。あんたたちは。その質問は後でね。すぐに助けますから。
more. You get what?ギリギリのタイミングだったね。ほんと間一髪だったな。あれ、もしかして君たち落盤事故で助けてくれたあの遊撃士さんたちかい？うん、ご名答。もっとも当時の僕らはまだ準遊撃士でしたけど。へえ、それじゃあ無事声優劇士になれたわけか。そう言われてみるとなんか風格が出てきた気もするね。本当に？なんて和やかに談笑してる場合じゃないわね。あった、その通りだね。でこれから僕はどうすればいい？すぐエレベーター前に避難してください。魔獣に見つからないよう迅速にお願いしますよ。うん、わかった。それじゃあ君たちも気をつけてな。女神エイドスよ、我らにどうか救いの手を。しー、静かにしろい。何ブツブツ言ってやがる。魔獣が寄ってくるだろうが。前の落盤の時だってこのお祈りで助かったんだぞ。君もちょっとは信仰心を持ったらどうだい。あんたたちは遊撃士協会の者です。皆さんの救助に来ました。二人とも怪我はない？ああ、なんとか。おお、女神よ。信心深いのは結構だが、感謝を捧げるには早すぎるぞ。今は一刻も早くここを脱出するとしよう。確かに少し早かった。うわっ、女神よ、ご慈悲を。来るわよ、気をつけて。
よし、撃退したわよ。もう、冷や汗もんだったな。すぐエレベーター前に避難してください。魔獣がいる可能性もあるので迅速にお願いします。おお、君たちにも女神のご加護のあらんこと。あれは、ちくしょう、魔獣をこっちに引きつけたまではよかったが、こりゃどうやらやりすぎちまったようだな。アーニャ、クリッサ、すまねえ。どうやら俺はここまでらしい。お前さんたち、諦めないで、絶対助けるから。成功法では間に合う。一気に結露を開くぞ。はい。Let's move out. なんとか片付いたみたいだね。親方、怪我はない？おお、この程度はかすり傷だ。いや、それにしてもよく駆けつけてくれたな。たまには事故以外で会ってみたいもんだぜ。確かに。なぜかいつも鉱山に来ると緊急事態になっちゃうわね。うん、まったくです。でも積もる話はまたの機会にしましょう。今は一刻も早く避難してもらわないと。おっと、そうだったな。ティントさんたちはエレベーター前にいるわ。とりあえずそこまで避難してちょうだい。お、そうさせてもらうぜ。そういや、お前さんたち支部から警備に来てくれた遊撃士の兄ちゃんだ。あいつはもう避難したのか？あ、リッチさんのことね。いえ、残念ながら僕らもまだ姿を見ていないんです。やっぱりそうか。もし見つからなかったら工事現場に行ってみてくれ。あの兄ちゃんは最後まであそこで時間を稼いでたんだ。うん、分かった。うん、参考にさせてもらおう。さてと、これで全員よね。うん、行員さんたちは。となると、あと、残念ながら今のところ姿が見えないけど。確か親方さんは現場に行けって言ってたわね。リッチさんはそこに一人で残ったって。急ごう、手遅れになりかねんぞ。落盤の現場はこの北のはずです。よし、
この先が魔獣の巣。最低な場所ね。魔獣の匂いしかしないわ。踏み込んだらもう後には引けない。エッセル、装備の確認は大丈夫？うん、準備 OK よ。よし、それじゃあ行こう。先輩、なんでこんな場所に。リッチ、もう十分よ。あんたはよく戦ったわ。あとは僕たちに任せてください。そうか、助かるよ。でも気をつけて。敵は目の前だけじゃ。いかん、下がれ。何よあれ。こいつがこの巣の主。これはたまげたな。正体はともかく、歓迎されてないのは確かだね。エステル、来るわよ。
着いたみたいね。そうだ、リッツさんは大丈夫。疲れて気を失ってるだけよ。とにかく町へ連れて帰ろう。見えないところに傷を負っているかもしれん。うん、そうだね。では行員さんと合流して地上、ええ、行きましょう。違えばひどい結末を迎えていたかもしれないわね。ああ、俺たちが助かったのはここにいる姉ちゃんたちのおかげさ。前に助けてもらった時は危なっかしく感じたもんだが、今日は落ち着き払ってて別人を見てるみたいだったぜ。別にそんなに変わってないと思うけど。謙遜することはねえぞ。こいつは俺が感じた本当の話なんだからな。謙遜というか、エステルの場合本当に気づいてなさそうだけど。ありえるわね。褒められてるはずなのになんだか嬉しくないわね。誰しも自分自身の変化には気づきがたいものよ。好
少しずつ時間をかけて変化していくものだから。ああ、俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。ともかく遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。エステルによしよ。それにジンさんとシュラザードも本当によくやってくれたわね。私もギルドの一員として。うん、どういたしまして。これからもよろしくお願いします。まあ使命を果たしたまでさ。そう思うならアイナ、今度こそ一杯おごりなさいよ。あら、一杯だけでいいの？ふふん、それがスタインローゼならね。またお酒の話してるし。どんな話題からでもここにつながるよね。さてと、まだきちんと礼もしてないのに悪いが、そろそろ鉱山の方に戻らせてもらうとするぜ。事故があった後とはいえ、一応は操業を続けてるんでな。あれ、そうなんだ。ああ、上層の行動でも十分仕事はできるからな。警備に来てくれた兄ちゃんによろしく言っておいてくれよ。あいつ大丈夫だったのか？ひどくやられてたようだが。ええ、あちこち痛めてるけど、遊撃士にとってはかすり傷よ。もう意識を取り戻して、今はホテルで休んでいるわ。そうか、それなら一安心だな。それじゃこれで失敬するぞ。まったく今日は助かったぜ。親方さんも気をつけてね。お仕事頑張ってください。おう、またな。さて、これで一件落着ね。リッチもあなたたちも今日はよく働いてくれたわ。これからもその調子で活躍を続けてちょうだい。はい。それと今回のことはすでに査定をしてあるわ。支払いを受けたいときは改めて。うん。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したら。Thank you.
ゼロ力場発生器の設置は順調に早速アイナとキリカが残るはルーアンだけじゃが。Thank you.
Thank you.
Thank you.
これは予想以上に真っ暗ね。一応ランプは調達できたみたいだけど、さすがにこの状況じゃ仕事にはならんだろうな。それに当然だけどエレベーター、そうなるね。他の階に行くとしたら非常階段を使うしかなさそうだ。参ったな。真の暗闇ってやつか。動力灯がないとここまで暗かったなんてね。暗視ゴーグルをつけていないと移動するのも難しそうだ。もし持っていなかったら町の道具屋あたりで探してみよう。うん、わかったわ。いずれにせよここを通るときは準備。
ここなら何かつ。
Thank you.
お久しぶり、マオバーさん。こんにちは。やあ、エステルにティータ、よく来てくれたね。おや、そこにいるのは。ご無沙汰しています。見た顔だと思ったら、やっぱりヨシュアかい。揃ってくるのはずいぶん久しぶりじゃないか。あいにく風呂は使えないけど、料理屋なんかは普段通り出してるからさ。魔王ば、何か私たちにお手伝いできることないかな。兵隊さんが定期的に巡回に来てくれてるから、あえて言うなら、なんとか温泉に入れるようにしたいところだが、あんたたちに言った。でもせっかくだし、ちょっと任せてみる気はない？遊撃士ならではの解決ができるかもしれないし。エステル？ああ、そりゃまたどういうことだい？そうね、まずはポンプ室の鍵を貸してくれると助かるかな。ああ、そりゃ別にいいが。ティータ、せっかくだからポンプ装置の様子を見てみない？何か思いつくことがあるかもしれないし。あ、うん、そう。なるほど、そういうことか。ま、とにかく様子を確かめてみるか。それじゃあ決まりね。ポンプ小屋に行ってみましょう。やっぱり完全に止まっちゃってるみたいね。旧式の装置とはいえ、オーブメント駆動だからね。動力停止現象の影響を受けずにはいられなかったみたいだ。でもポンプ装置って結局あそこの源泉からお風呂までお湯を届けるだけなのよね。なんとか他にも方法がありそうな気がするんだけど。さすがに桶で汲んで運んでくるわけにもいかんしな。やはり何とかしてこの装置を動かすしかなさそうだが。そういえばゼロ力馬発生機はこのポンプに使えないのかしら。ちょっと難しいかもしれないね。博士の話では両手で持てるくらいのオーブメントに限定されるそうだし。そっか。ティータ、どうしたの？こっちがこうだから…ティータ？最近
近のものと違ってそんなに複雑な動力機構は入っていないみたいだから、こことそこと向こうをうまく連結しちゃえば、あ、動力停止現象が終わったらすぐに元に戻せるようにすると、なんとかいけるかも。ひょっとしたらポンプを動かせるようにできるかもしれません。え？まさかゼロ力場発生器を使うのかい？そうじゃないよ。お兄ちゃんも覚えてるでしょ、内燃機関のこと。あ、内燃機関って前に工作機械を動かした？うん、ポンプ装置は工作機械と同じで複雑な機構は使われていないから、オーブメントで動かしていた部分を内燃機関で動かすことができればそのまま動くと思うの。なるほど。それは盲点だったね。それでその内燃機関はどこに置いてあるんだ？確か発着場に保管されたって聞きました。整備長さんに聞けばわかると思います。発着場にいるグスタフ整備長ね。そういえば内燃機関を動かすには燃料が必要。ガソリンのことだね。前の時みたいに中央工房の地下で聞いてみるといいかもしれない。